ボン教寺院ン教は、チベットの民族宗教である。ボン教とも表記、呼称される。一般のチベット人にとって、ボンとは、漠然とチベットの仏教伝来以前の土着の宗教を指す場合と、ユンドゥンボンを自称する宗教、宗派を指す場合とがある。文献資料は、仏教伝来以後のものしか存在していないが、敦煌文献から8の10世紀のチベットの古代、 宗教についてある程度研究されている。それによると、初期の文献において、ボントは組織的な宗教の故障ではなく一種の祭祀のことを指しており、古代チベット王国では、ボントシェンという祭祀が祭祀を取り行っていた。宗教は中で、羅中とュ中とが区別されていた。羅中は、時には、盆教、時には、仏教のことを指し、後者の未中が、 仏教伝来や梵教成立に先行する土着宗教であった。後世の人々は、この古代宗教を梵と呼んだが、仏教不教前のチベット人が、古来の祭祀や神話を梵と呼んでいたとは考えにくく、成立宗教としての梵教は、チベットで仏教が復興する11世紀頃に姿を表し、組織されていったと考えられている。十一世紀以降に出現した初期の盆教文献は、 主として、テルトンによってもたらされたもので、それぞれ、テルマやニエン牛に分類される。盆教徒は、盆教の中に取り込まれた古いアニミズム宗教である、原始的な盆、盆教徒がブッダとアガめるトンパシェンラップミオが創始した宗教伝統である、ユンドゥンボン、儀礼面で仏教の影響を受けた、新しい盆とを区別する。ユンドゥンボンも、用語の面などで仏教の影響を受けているが、 盆教とは、仏教とは異なる、独自の思想であることを自負している。盆教に古くから伝わる神話によると、世界の起源は双子である。宇宙や神、人類などは二つの光線、または二つの白い卵と黒い卵から誕生したと、されている。白い卵から神と人間の父である芝さんボベンチが、生まれ、天と地の神である芝さんボベンチの子孫が、 人間になったものを生み出したとされる。黒い卵からは悪魔と破壊の父が生まれた。一部の人たちはこれをマニ教の先駆けであるズルワーン教の影響とも考えている。ユンドゥンボンは古代から続くとされるチベット人独特の総合宗教である。その起源は相当古くに遡り人類最古の文化の一つに数えられている。一般にボン教は チベットの土着の宗教であると認識されることが多いが、ユンドゥンボンはその階層である戦略によって、チベット西法の多軸や、シャンシュンからもたらされた教えであると盆教とは信じている。盆教とチベット仏教は相互に影響しながら発展してきた歴史があり、それぞれの中に互いの影響を見て取ることができる。ただし、盆教には、 中央アジアにおける古代文明の痕跡がより色濃く見られることが指摘されている。盆教はその体系を構築する際にインドで発生した仏教の用語を用いたため、チベットの宗教としての独自性のない教説者の烙印を押されてきた。しかし、その経典の中身をよく見てみると、インド仏教思想の枠の中では収まらないことが明らかになりつつある。また、 チベット文化の源泉の一つとして仏教の中には見当たらない独特の要素を持っていることが指摘されている。こうした事情から今日、盆教はチベット学や中央アジア史の最も先進的な研究対象の一つと考えられている。ただし、一般にチベット仏教に由来しない民族、信仰を盆教として一括りに認識しがちであるが、数ある民間宗教と 厳密な意味での盆教は区別するべきである。梵教教団の総本山は、メ免利僧院。その他に、チベット内に存在する、主な僧院としては、ユンドリン僧院、ナルシ僧院がある。総本山のメ免利僧院は現在、北、インドに、その機能を移している。チベット仏教のニンマ派との相互影響が、指摘されている。俗チェンという瞑想が伝えられていることも、 ニンマ派と共通する点である。両者の属ンの用語は基本的に同じものであるが、その系譜や見解は異なる。伝承では、チベットの西方にあるという神秘の国オルモールリンのシェンラプミをおしそとする。インド起源の仏教では、右に尿すなわち時計回りに巡っていくことを前主とするが、梵教には、左に尿すなわち左回りを前主とする。このような、 些細な相違に加え、最も異なるのはその系譜である。盆教とチベット仏教の関係は、いわば仲の良い双子の兄弟に例えることが可能である。それが、チベット語で、中と呼ばれようが、盆と呼ばれようが、ダルマのことを特に、盆教とは、中派の派閥のことだとは思っていない。ダルマとは、根源的な真実をそのまま表したもののことであり、 時代と歴史を通じて何度も繰り返し述べられてきたもののことなのだ。根源的な真実のことばかりか永遠の真実のことなのだ。だるまとはただ単に特定の時代、つまり紀元前6世紀の北インドで生み出されたもののことだけを意味しないジョン・レイノルズ、ヤングドルン・ボン、ザエターナル・トラディション、7。ありがとうございます。